かった時の試験の問題の中で、はい、本当に全く勉強してたそのものしか出なかったのか、それとも、あ、社会的な、社会的なものも、そういうものもやっぱりちょっと含まれながら論文式っていうのはあったのか、そこのところ聞きたいんですけど。